おはようございます西田渡ですえー、っと今日なんですけれども最近はちょっとね、えー、事前収録みたいな感じになってますので日付も申し上げないような状況になってすいませんえー、っと、えー、カメラをね今すぐにでも買うべき理由っていうところで今日はお話してみようかなと思いますまあもちろんね予算とかはあるとは思うんですけれどもそれよりもお金と時間のお話ですね今日はね、えー、皆様考えたことありますか、えー、っと自分の人生 多くのね、いろんな年齢の方が僕の、えー、こちらの YouTube 動画を見ていただいているとは思うんですけれども僕もまあ,ある程度、えー、20数年にわたって写真を撮ってきておりますと自分の人生でねあと何枚写真が撮れるかなっていうふうに考えるようになってきてるんですよね。でまあもちろん一、えー、日一日撮れる枚数っていうのは限られてますから、えー、と僕の場合はカメラマンだった時代もあり今のような形で写真家としてね 活動させててていいいただいてるる、えー、時もあるっていう中で今はもうなるべく僕は残りの人生であと150万枚から200万枚ぐらいなのかなっていうふうに自分の中で想像がついてます。今までえっ、ー、と大体300万枚ぐらい撮ってきてるんですかね2 3 0 0万枚は撮ってきてると。あのまあほとんど毎日、えー、業務で撮影してましたから撮る枚数も比較的多い。 えー、撮影も多かったですねステージとかね例えば記録系とかまあカタログとかやってますね大量に撮影したりしてましたので枚数的なカット数的な形で枚数だけじゃないんですけれども、まあ、カット数もういくたのカットを取ってきておりましたっていう中でまああと何人生きるかは別としても僕の中でまあこう心技体と言いますか、えー、体も心もまあ そういった知識もっっていいううかね、そういったところで整って綺麗に自分はこうやって撮ったんだって思える撮影枚数は150万から200万枚かなって考えた時に、えー、とせっかく撮るなら自分が一番、えー、も撮ってて気持ちいいカメラだったり大好きなカメラそして気になっているカメラっていうところでね撮る方がいいのかなと。もう一枚一枚、一日一日と。 自分の生を終えるる日時が近づいているっててっねまあよくポジティブに考える時にコップにこ,こ,、ま、こ,こ,これだけしか水がないのかまだまだこれだけあるのかっていうふうに考えることは重要なんですけれども逆に言うとそのありがたみっていうことを考えていくと残りの自分の人生で撮影できる枚数っていうのをちょっとカウントするっていうこともねそろそろ僕の中ではまあ、ある程度長年のキャリアがある中では大事かなと思ってまして逆に言うと一枚一枚を大事に撮りたい。 でもちろんそこの一枚一枚を撮る思いとか考えというのは大事に撮ってはいくんですけれどもまあ当たり前ですがカメラがなないいいとと写真いうのは撮れないですよねそういった時にあの、まあ、自分がね今例えばモノクロにトライしてみたいと思った時にはもうだんだんと精神論みたいな感じになってきてるんですよね。えー、ともちろん、えーまあ 例えばですが、まあ、ソニーとかでもそうですキャノンとかでもそうなんですけれども、えー、カラーで撮ってローデータで撮って JPEG でもいいんですけども撮ってその後にローデータをモノクロ化してそしてデータを追い込んでいくとでこれは M10 モノクロームといってモノクロしか撮れないカメラでモノクロを撮るでも結果アウトプット見る人が見ればじゃあ4色、えー、カラーで撮ったものをモノクロ化したものモノクロで撮ったものを を、えー、作品に仕上げたものまあぱっと見ねどっちがどっちか絶対、えー、ぶっちゃけ分かるはずはないと思うんですよね。ですがその作品を生み出す衝動とかマインドという部分での自分の気持ちとかっていうところではこれかなり重要な要素になってましてまあ、なぜ僕は M10 モノクロームを買ったかっていうところは以前もね、えー、皆様に紹介したんですけれどもまあ結論。 要はもう覚悟ですよねもうこれれ自体ははカラーは撮れないわけですよこのカメラを外に持ち出して今日はこのカメラだけで撮るって決めたらもうモノクロがフィックスしてしまうとそういった心持ちで被写体とかスナップに臨むとですね必然的に今日はモノクロで撮っているんだ昔フィルム時代のねフィルムから写真取り組んでいた人だったら分かると思うんですけれどもモノクロのフィルムを持っていってるカラーのフィルムを持っていってるまあ両方あったとしても パッと開けて開けけててまあライカ下ですよね下にこう入れてこうやって入れてジャっと入れてで入れてしまってモノクロのフィルムを詰めてしまえばここのカメラ写真機はモノクロしか撮れなかったわけですよね当たり前ですがカラーの写真は撮れないじゃあ今自分はモノクロのフィルムを入れて ISO すらも固定してその中でモノクロで ISO400 で撮っているんだっていうような、えー、今では考えられないようなもっともっと覚悟を決めたような撮影をしていた中では。 えとまあ、もちろんアウトプット最終的に出ていく絵っていうのは同条件で撮ったりした時には、えー、ほとんど変わらないと思うんですよねもちろん細かなところありますよ。ISO 感度が1万以上になった時の圧倒的な解像感と、えー、ノイズの少なさとかそういった細かなメリットとかあるんですけどもそれよりも何よりももうモノクロしか撮れない状況で被写体と向き合ったりだからこそ、えー、モノクロで、えー、とそういった生えてくるシチュエーションとかスポット光,光と影を見つめる。 ようになったり赤い花が咲いていたとしてもそこはモノクロ化した時にはその赤はもちろんですが表現できないというふうになった時にはるる被写体も変わわってくるわけですよね、えー、すごい薄暗い中赤がポツンとかってあればカラーのカラーが撮れるカメラと当たり前ですがそこを狙っていってうまくねそれが引き立つように赤が引き立つように撮影したりとかっていうふうにはするんですがモノクロだけしか撮れないって決まっていたらそこの被写体はもしかしたら見過ごして。 あえて見過ごして別のもっと陰影がある陰影が深いようなシチュエーションとか平面構成のあるような描写っていうところはどこかっていうふうに探すと思うんですよねそういったことが最近非常に重要だなと思ってましてなのでだんだんと撮影枚数が自分の中で150万枚ぐらいかなっていうふうに思えば思うほどやはりこれは覚悟と一緒で1枚1枚をより大事にするようになってくるとだからこそ自分が本当に納得してしたカメラ 撮影行為自体もそうですしカメラ自身も自分が気になっていたりとか、えー、本当にこう大事だとかこのカメラで撮りたいんだとかそういったもので、えー、やっていくべきなので皆さんもぜひねあのお金とかも大事なんですけれども、えー、とにかく大事なのは時間ということで刻一刻と、えー、時間は過ぎていくと。でよしお金を貯めていつかカメラを買うぞっていうよりかは 今すぐにカメラを手に入れる方法はないのかとかそういったふうに考えていく方が僕の中では健全かなとじゃあ予算が、えー、例えばですがまあ10万円15万円しかないっていう中でじゃあ自分が理想としているカメラ があったとと届かないとじゃあそういった時にはもう極端な話今とかインフレすらも起こしているような状態ではそれこそもう分割払いで買ってしまうとかなのでもうとにかく自分が表現したいのであればそして理想のカメラがあるのであれば何としてでもそのカメラを手に入れるすべっともちろんねあのめちゃくちゃな利率で、えー あのお金を借りてね、買いなさいとか言ってるわけではなく、えー、その中でねとにかく時間も、えー、必然的に減っていってると待ってお金を貯めてい,いる時間っていうもの自体も自分が先ほど申し上げた、えー、有限な時間もうシャッターを切れる枚数がどん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 逆に減っていってるんだっていう考え方こういった考え方が結構僕は最近 重要かなと思ったりりしております自分自身が年齢を重ねたからこその、えー、思いだったりはするんですけども20代の時の自分自身だったらとにかくね、えー、と一切こんなことを考えなかったんですよ。ですがだんだんと、えー、年齢を重ねキャリアを重ねてくる中で、えーえー、まあ何て言うのかなキャリア的にも折り返しを迎えた中。 いいよいよ自分自身があと何枚写真を撮れるんだろうっていうふうになった時にはとにかく一枚一枚も大事にしたいですし本当に今自分自身が納得のいくレンズだったりカメラだったりっていうところだけで撮っていきたいというねだんだんと、えー、よりよりソリッドになってくるっていう次第で是非とも皆さんもね自分ご自身のできる範囲内で、えー、1秒でも早くね、えー、欲しいカメラ必要なカメラは 買っっててくださいっていうおお話でした時間とお金ここは、えー、お金はある意味では何、えー、て言うんですかね先借りできたりしますけれども時間だけは前借りしたり後で返したり、えー、もうただ単に不可逆でね流れていくだけのもんですからそう考えた時のお金よりも、えー、お金は借りて後で返すっていうそういった可逆が可能ですが時間はできないですよね。なのでどっちが重要かっていうのは必然的にこれで分かると思うんですよ。なので1秒で秒も早くね えー、欲しいもの必要なものそしてそれで撮りたいっていうカメラがあれば一応でも早く買ってくださいっていうお話でした。というところでね今日も使い方をお過ごしください西田航でした。どうも